1956年、松島進は、女性、ファッション写真、及び、ヌード肖像画で有名であった、日本人写真家。東京の牛込生まれ。1930年、東京高等工芸学校に入学し、写真を学ぶ。そこでは、大足元が、フェロー学生であった。1933年に卒業後、 時事新報社に入社したが、間もなく退社して日活に移り、玉川撮影所でスチルカメラマンを務める。女性写真の第一人者として活躍した。写真家として、雑誌、写真タイムズや写真雑誌などに投稿していた。1948年、写真家集団を、松木藤尾、崎三吉らと創立し、精力的に活動を続けた。主催する研究会で、 田中光かを指導した。1950年、日本写真家協会結成に携わり、初の名誉会員になる。このほか日本写真作家協会の名誉会員や、東京写真専門学院で名誉校長の職に就いた。2009年、週刊平凡パンチで、松島進追悼グラビアが打たれた。ABCDEF、収集した代表作。 日本写真保存センター。2021年7月8日閲覧。田中光常、東文献アーカイブデータベース。www.tobunken.go.jp。2021年7月8日閲覧。アコーディングツー写真家は何を表現。下か、p35。This gives no information beyond the title and the year. アコーディング2写真家は何を表現。したか、P35、ディスギブスノーインフォーメーションビヨンドザタイトル。なお、世界のカメラ名機50選の企画において、松島は以下のカメラを選んだ。ハッセル L、M、ライカフレックス SL2、レフレックスコレレ2、ローライコード F3.5、ローライフレックス2.8回、ミノックス C、リンホフテヒニカ4、カルダンカラー。 ローライフレックス SLX、ニコン S3、ペンタックス6.7、キャノン A-1、マミヤ RB67。ありがとうございます。